さあ田中和人30歳平行棒4年ぶりの復活優勝、はい、0.2 点の、まあ、世界選手権のポイントを手にし、はい、この鉄棒もハイスコアが欲しいですね。そうですね、田中選手非常に綺麗な鉄棒をしますので期待したいですね。すでに弟雄介は代表に内定、3度目の兄弟代表へ、最後の演技は鉄棒です。はい、まずはアドラーハーフからの伸身とかジフです。連続して行いました、はい、いいですね、そしてコールマン、コールマン取った、はい、いいですよ。そしてスタルダーとトップターン、トップハーフ取りました、はい、あっと少し止まりかけましたが、はい、少し持ち替えて、はい、しまいましたね。車輪の流れが止まりますと限定の対象になります、はい、ドライ1回練りからのコスミック、コスミック取りました。得意の平行棒で優勝、はい、そして最後は着地ですね、はい、止めてほしいです。復活した平行棒から鉄棒、はい、伸身ドロー止まりました。着地の綺麗さはさすが、はい、素晴らしかったです。田中和人の鉄棒の演技です。いやしかし本当に怪我をして、はい、やはり怪我からの復帰でいろいろ葛藤もあったと思うんですよ。そうですね。で、肩なので、はい、鉄棒などは本当に負担がかかるとは思うんですけども、 そうですね、それを感じさせないような演技をしてくれるっていうのがやはり田中選手素晴らしいと思いますね。そうですね。28歳で手術をする時点でも葛藤があったかと思いますが、はい、そこから大ベテランの年齢でもリハビリをして戻ってきた田中和人、はい、平行棒勝って、そして今日最後の演技の鉄棒でした、はい、最後は田中和人らしい見事な対戦で着地を決めた伸身のルドルフです。田中のスコアトップに及ばず、トータル 14.750 は現時点で2位です。